たいなとか興味あるなっていう人はちょっともう叩いてほしいなっていうのは僕の願いでも、うん、だけど本当にねエスポルチは厳しいと、うん、分かってるやつはここ一番厳しい、うん、それは教えてくれないですか、ね、そう言われないとか、うん、本当だったらパパッとこう言われてやってるとか言われないし、うん、動き悪いなと思ったら何も言われないと変えられちゃう、もちろんなんていうの、まあアドバイス、そう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 、まあ、全然そのしないわけでもないし、うん、だけど俺いつも思うんだけど、その子供って大人以上に何かやっぱり想像してることってあると思う、うん、だけどそれを大人が潰してる可能性もあるわけです、そうです、何がしたいのか、うん、でそこに自分のこうしたいことがやっぱりあるんだったら、いっぺんやってみればいいと思う、うん、でそれがいいのか悪いのかその後は分かる気がする、うん、だけどそういうことを全部大人がなんかもう暗闇とかあそこ空いてるぞってこう言っちゃうとよく聞くそれ言っちゃうと、はいはい、こうなんていうの本当はこういうことやりたかったのに、そうです、ね、もしくはいや僕見てるよっていうやついるかもしれないし、うん、で今ねあの社会人も見たりしてるんだけど、やっぱ社会人でも首振れない絶対にもあれって勝負って言われなかったって、うん、だから言われてきただけで自分のものになってない、いや本当にそれが大切だっていうのが分かる、分かる自分の中で、例えば信号もあの、ね、右見て左見てみたいな日本ではこうやって言われて、でも日本ちゃんと車止まるから、ああそうなんだ、僕タイとか南米行くとしちゃうから、本当に本当に見なきゃやばい、確認本当に確認するっていう、であれでしょ、タイヤが多い方が勝ちでしょどういうことですか、いや俺アルゼンチンで聞いたんであの要は事故遭いました、タイヤが多いやつは金持ちだみたいなだからその事故しても車勝ちみたいなことを聞いたことがある、って俺を驚いた、そうなの、死んじゃうと、もうお断りだって言いますよね、だからそういう世界だから、それだと自分で身を守らないだからそれこそまあ読売の話なんですけど、いや本当に削られるから周りを見るっていう、本当そう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 、後ろ見てないとやられちゃうからやっぱ見るっていう、それはもう本当ね俺も感じた、見ろって言われなくてもやっぱ見ますよ、そうそれを本当自分でこう危機管理持ってないと、そうそう自分悪いじゃんそうそうそう選手生命がみたいな、そうそうそうなってきちゃうので、アルゼンチンはもうすごいじゃん、バッチバチに、うん、そうだけどああいう中で常日頃やってるから、うん、本当のドリブラーが生まれる、いやそうっす、俺ら日本はねぬるいと思うよ、うん、その中でこうやってるからあのやれてるから俺できるって勘違いしてるので、うん、海外行ったらみんなだってボール取りに来てないですもんね。ほんと狙ってくるもんね。わかるもんな。あれ。さっきを。だから俺もアルゼンチン行った時に、あの、金かけフットサルだった。やばいやつ。元リーベルとか、あボカとか。いるですね。いるのよ、いっぱい。ストリートに。そう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 。で、やろうか。で、こっちは、あの、要は、あの、日本人グループ、要は日本に留学来てる、はい、もうその現地で出会ったとか、はい、で、結構俺がこうやってた、ヒロ、うん、さんもうそれ以上やめてやめやめるえ、そうなのみたいなだんだんもう周りもこう殺気だってきて、で、まあその試合勝ったんだけどさ、いやもうそんな元リーベル、元でしょみたいな、今じゃないでしょみたいな俺も元ベルだけど今だよみたいな、だから結局元は元だから、そうですね、だからそういう部分にしがみつくんじゃなくて、やっぱ自分をどうブランド化できるかじゃん、自分をブランド化しちゃえばいいんだよね、まさにあこのブランド化した、それはねそれは
ブランド化だったらこっち。あ、そうですね、そうですね。ブランうまいな。いやいやいや。そのタイミング。今日はブランド、やっぱ、ブランドのとこにはブランドものがやっぱ集まる。本当恥ずかしいから。恥ずかしい。急にさ、ポンと。血圧上がるじゃないけどさ。そうびっくりしたんや。いや、でもやっぱかっこいいっすよ。いや俺ね、違う、岩城浩一みたいになりたいの。何言ってんだろう。ちょっとごめん、サッカーの話がそれちゃうんだけど、岩城浩一みたいになりたい。なんかかっこよくない？なぜ岩城浩一なんですか？そのちょい悪親父。ああ、そうですね。だけど、すごいダンディーなところがあって、だけど、すごいなんていうの、ああいう、こう、活発でしょ。すごく元気あるし。なんか憧れちゃった。いや、もう全然大丈夫です。ねえ、柳さん。大丈夫って。いや、もうその路線を行ってるなっていう。行けてんのかな、うん、もうちょっとはっちゃけなきゃいけないのかな。男としてとかっていうところも、なんかいい選手ってやっぱみんな持ってるのかなって、うん。あるね。ありますね。ある。その雰囲気だったりとか。うんうん、そういう、だから、うん、サッカー選手になるなとか、やっぱそういう子はそういう部分でいいと思うし、なんだろう、かといって、うちらなんかみんながと、ね、サッカー選手になるわけじゃないんだけど、うん、ちょっと遠慮してる子でも自信持って、広い世界に飛び出してほしいなっていう親心とか、そういうものがやっぱある。その自信なさそうだけど、サッカー大好きみたいな。そういう子がかゆく見えてる。こういう奴らが化けたらっていうなんかこう思いがあって、そしたらまたそういうちっちゃい子だったり、足が遅い子でもなんか見本になって、ね、ほんとメッシはアイマールを愛したりとか、いや、そうですね。やっぱそういう風にこうなっていかなきゃいけないよ、ね、あるでしょ。ありますね。だけど、小野伸二になりてって言ってもダメだよ、お前はなれないから、優勝できるらしいのかな。でも出てこないのね。いいじゃん、ね。やっぱその選手に憧れてやってきた。多いじゃん。そうです。なんでそれをキントラーのように同じにしちゃうのか、うん。そうですね。それはやっぱおかしい。で、いいときなら個性が大事とか、言ってる割にはキントラーを作ってるじゃん。そうそう、俺からしてみたら矛盾じゃん。まあ本当に俺らのところは個性あるやつから。だから同じドリブル練習してても同じにならないから。一人一人違うんですね。だってその子その子のタイミングだったりいろいろあるから。で、それで例えば抜けないんだったらちょっと変えなきゃね、みたいな。だから本当同じようなことやってるけど、やっぱボールの下げ方が違ったり。もちろんこういう場面だったらこの方がいいよねっていうことだけど、僕こっちの方が向きやすいです。それでやれれば問題ないでしょ。絶対こうって。だからね、そういうものを最終的に束ねていくのは本当大変。こうするだらけだ。いいよって言っときながら。それをこう最終的にこう束ねると考えると本当大変だよ。だけどそれが面白いんだよ。なんだろうね。イエスマンじゃつまんないし。変わってんのかな。いや、変わってんじゃないですか。だから俺はね、サッカー界のね、野球界で言えば、小野田さん。再生。そう、再生向上。もちろんね、小野田さんっていうのはそれをするためじゃなくて、本当にいい監督としてやっていきたい、優勝させたいっていうのがあったので、結局、そういう戦力の中でね、やっぱりこの選手をもっと興奮したなって。もうそれはやっぱすごいなって、やっぱ思う。いろんな監督がいるけど、ああいうふうに名前を残せる監督ってまたすごい、ちゃんと選手を再生して、また一番して、またいい選手を取ってきて、それをさらに伸ばす。そういうふうにやっぱり伸ばしながら、なおかつ、勝てるチームを作っていくっていうことは、すごく学びたいなっていう思いがある。だけど、中学校のところでは、俺は、小さな感性は別に考えてない、まあ、今日もいろんな話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあなんかライブとかねやりたいなとか。そんなのもできるの？
本当リスナーさんの、まあ、直にこういろんなメッセージとかそれ聞きながらやれたら面白いかなと。いいんじゃないの、その本当にまたリスナーさんから言われることって、そうですね、多分違う、ね、うん、ことだと思うから、うん、それをやっぱりこう生で話してきて、うん、あ、それはやっぱりいいんじゃないかな。なんかやっぱヒロさんの考えとかそういう話、僕もやっぱ広めていきたいんじゃないですけど、やっぱそういうのを聞きたい方いっぱいいると思うんで、なんかそういう感じでやっていきたいな。あのね、俺はね、とにかく勇気づけたい、うん、大丈夫ですよ、今はこうだけど大丈夫ですよって、そういうメッセージはしもじチャンネルのリスナーさんに届けば、けど俺お前のその YouTube 見ちゃうんだけど、なるほど、はい、うん、すげえな、やっぱあ、いろいろこう、うん、考えてやってきたんだなっていうのは本当にすごいなといつもやっぱ思う。そうじゃなきゃやっぱり海外でやっぱりね、いろいろこう経験できないだろうし、それが本当今こう力となって、またそういうものがリスナーさんにね、いい力を与えたすごくいいんじゃないかなと思う。これまたいい力かなと思います。ようやく呼んでくれたの。いやいや、待ってたんですか。待ってた、待ってた。ちょっとね、ちょっとこう、そうですね、あれ癖になる、癖になる。次回はちょっとまたライブというか、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。あのエスポーチックルビフジさんのことはあの概要欄で、あ、もうあのお願いします。ぜひ訪れてみてください。体験はもう随時、はい、やってるんで。あ、分かりました。じゃあ連絡すれば、もうバンバン連絡、はい、ということで今日はエスポーチックルビフジ藤沢代表の平山ハローさんをお迎えして、またいろいろ聞かせてもらいました。今日は本当ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。あ、あと、あれですね。おー、そう、やったね、うん。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いただきます。また次回もよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。